皆さんこんにちは。2018年、ウルトラコース合格フルコースの全貌というタイトルで、少々お話しさせていただきます。担当しますのはレック東京リマアルマインド専任講師の水野と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、それではですね、これからですね、ウルトラ合格フルコースというのは一体どういうものなのかという、こういうガイダンスって大体合格するためにはですね、まずは受かると決めるとかね、過去問やれとかね、満点狙うなよとかね、権利関係は考え方、業法は問題解き慣れしろとかっていう、その勉強のやり方のお話をするんですが、今回は完全に宣伝です。要はレックが夏から始めて合格するためのフルコース、これが一体どういうシステム、どういう内容が詰まっているのかというのを、まあ少々お話しさせていただきます。でこちらのパンフレットをですね、使いながら話させていただきますが、最初の方は宅建試験、やると合格するとどういうことに役立つとか、宅建士どれぐらいのどういうスケジュールでね、これからやっていくのっていうのが載ってますが、今日のお話はここレック2018年合格目標コースラインナップというところのこの人気ナンバーワン合格フルコースで、この合格フルコースというのが全部フルパックで、であとお時間の都合とかご予算の都合でライトコースと、まあ言ったものもあります。ただこの合格フルコースというのの一連の流れを見ていただくと、どういう講座があるのかというね、ご紹介には全部触れることになりますので、ね、この合格フルコースのところのページ使って、はい、お話はさせていただきます。8ページですね。2018年合格フルコース。でまずですね、まずは何はともあれ、今年初めて宅建を受けるという方も、昨年やったんだけど惜しくもないっていう方も、やっぱりね、インプットという、要は知識を理解する作業はやり直すべきです。でもちろんですよ、昨年もうあと1点差だったんだよっていう方って、もうある程度理解はできてると思うんですよ。だからもうちょっと問題演習がねと。そしたらもちろん問題演習中心でやるというのは大事な、ね、考え方です。だけどどっかでね、1点差で落ちちゃうって、もちろん実力あって努力はしたんだけど、どっかで勘違いして覚えてるとか、勘違いして何か誤解してることがないかとか、努力してんのになんか1点足りなかったって、どっか勝ちきれない何か要素がある可能性なんですよ。だからいきなり演習で、ね、違った知識、勘違い知識のまま演習やっても、また間違えて同じ鉄踏むから、やはりね、一度インプットはバーッとでもからやり直した方がいいんです。で初めての方なんていきなり問題やるって無理ですもんね。そこで、はい、まずあるのがこの理解の段階の講座、短期合格を目指す宅建スタートダッシュ講座と。でこれ3回、まあ、私収録させていただいてるんですが、これ権利関係、宅建業法、法令の制限と大きく分けて宅建試験3分野ですね。1分野ずつ1回で全体をやります。全体を。でこの全体をやるっていうとね、まあ初心者向けでしょってなるんですけど、いやいや初心者向けなんだけど、昨年いや落ちたんですよね。はっきり言って落ちましたよね。いや落ちたから今年この講座やろうかどうか今見てるんですもんね。落ちてますよね。受かってませんよね。じゃあ不合格者じゃんと。なんかね、1点差で落ちてると、なんか俺実力者みたいな、ちょっとおかしい考え持つ人いるんですよね。いや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 、落ちてんじゃん。実力あったら去年受かってるから落ちてんじゃん、だったらね、こういうところもちゃんと見といた方がいいです。なんか勘違いないかな。いや、なければなければいいんです。あ、そういえばこんな感じだったな、よし、じゃあ頑張ろうと。まず総論と呼ばれるんですが、全体的なベースとなる、はい、全体像をやって、そしてウルトラ速習ね、35時間講座というこの講座、インプットの講座です。知識覚えます、覚えるというか理解をします、理解をして何が大事かというのをやっていく、これが35時間完成講座です。でこの35時間というのは、そうですね、速習講座というのは大体まあ学校スクールとかだとね、これぐらいの時間が多いんです。35時間で、テンポよくやっていくっていうね。ただね、宅建試験ってこの35時間でやってないような内容も出てくるんですよ。ただこの35時間完成講座でベースをちゃんと作っておけば、ちゃんと基礎ができていると応用はスムーズにいけるんです。人間って考える動物なんでね、知らないことでも、あれあの時と同じことかなって想像すると、この35時間でしっかり基礎固めれば、難しいこともそれは問題見て一回間違えたら修正できるんですね。だからまずこの35時間完成講座で過去問集で、これちなみにウォーク問過去問題集っていうのが、これ講座テキストになってるんですよ。インプットの講座はこちらの虎の巻というテキストであります。でごめんなさい、これ2017なんですが、2018年版が
ちょっとまだない状態で今取らされてんでね、うん、私も宣伝のためにレクから取らされてんでね、18年できてからのがちょっと良かったんだけどなかったんで、これが2018年最新版で皆さんにお使いしていただくようなコースになります。で、やっぱりテキストはね最新版使った方がいいですよ。なんでかというと改正点があるからです。で、改正点が分からずにこれやるとね、まず改正点で宅建試験ってすごい出るんです。だから多い年とかだと改正の問題だけで改正のポイントの論点だけで7問ぐらい出てくるんですよ。すごいですよね、こんな試験めったないですよ。だいたい改正って法律改正されてから、それのトラブルだなんだで判例が出て、じゃあ出すかねと、2年3年とか経ってから出すものなんですよね。宅建試験は4月1日の法律でその年の試験が出るんですよ。もうね、すぐ出てくるんですね。やっぱり毎年改正があるっていうことを知ってる分かってる人を合格者にしたいんでしょうね。だからね、3年前のテキストを使ってますとかね、もう5年前にね合格した先輩のテキストを使ってますとかね、ありえないです。ブックオフで100円で買ったんですこれと。こんなもん使ってたらもうダメだろうと、いう感じなんです。いや、もちろんそこが修正できりゃいいんだけど、あとは、なんかエッセンスだけ参考にすんないんだけど、どうですか？やっぱりね、お金を受けてるとそのね自己投資をねしてないとやっぱりもう頑張ってもねこれ絡まれねちゃう可能性でね、これやっぱ最新版でやるということです。だから18年もね、今年も、様々にね、IT 充設ができるようになった。賃貸だけですけどね、要はスカイプとかのネットのね配信とかでねできるようになったりとかね、インスペクションっていう建物の、ね、調査、建築さんにね、調査してもらって、まあ、中古の流通を図るようにというね規定が、まあ、あらゆるところにこう出てきたりしてね、結構ね多いんですよ改正点も。昨年も多かったけど業法今年もなかなかです。そういったところでその改正点も見ながらこういうのテキストを使ってやっていく。で、テキストの講座仕様になっているこの問題集は、実際35時間だとこの魚雲過去問題集を年がら年中はいやりましょう問題やりましょうは無理です。だってインプットで精一杯なんで、このアウトプット問題はなかなかできないんだけど手元に置きながらやっていただく。で、講座を通信なり生講座なり聞いていただいたらもうすぐにでもこっちある、ウォーコマカノンシュ、要はテキストを見てインプットやった中で、まあとりあえず線とか引いたりメモとかするはずなんですよ皆さんは講義で。そしたらそれが終わったらそれを見直してるよりもどん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 このウォーコマカノンシュをやる。そうすることによって合格レベルまでも引き上がってます。ただ問題集をやるというのもなかなかこれ癖もんでね、過去問やれって絶対言われるんですよ。これはどこの講師も言うし、多分合格者もいや宅建は過去問しちゃうと、いや過去問やれば大丈夫でしょ、過去問回せ、過去問やれ、過去問はしっかりやれ絶対言うんですね。そうするとね、たまにねなんかで、ね、向こう受け狙うやつがね、過去問はもう過去の問題だからね、やっぱり予想問題でしょみたいにね、もうね本当おかしなこと言い出すやつがいるんですよ。いや過去問です、だって過去に出てるんですから。過去でしょ、過去に出てる、なんで過去に出てるか知ってます？そうです、宅地建物取引士の資格を合格不合格、これ何のための試験か分かってます？充設できる能力があるかどうかですよ。過去出たということは大事だから出てるんですよ。過去出たところ今年も大事です、来年も大事です、10年後も大事です。いや大事なところはブレません、じゃあ枝葉のところも出るけどそんなのはいいんです、満点狙っちゃいけないという大原則もある。それも講義で言ってきます勉強の仕方は。要は過去問に出てることまた今年も出てくるんですよ、来年も再来年も出る可能性があるところなんですよ。要は過去に出たところ大事なところ、それをちゃんと見ておく、これは大事なことなんですよね。だから過去問をしっかりやる、一個一個丁寧にやる、そういうやり方とかというのもやらなきゃいけない。そこでウルトラ練習特命クリ講座と。でこれ6回っていうね、はっきり言って数少ないです。で演習2時間半6回で受かる試験じゃとてもとてもないです。だからウルトラ演習というのは過去問というのをどういうふうにやるか、そのただ答えの問題の答えの正解番号を選べるだけじゃダメよと。例えばですよ、この過去問集もね、正しいものはどれかとかで出てくるんですよ。1番、これ正しいっぽいな、2番、いやこれ違うだな、これ3番、お、これ3番それっぽいな、まあ、1番もそれっぽいけど3番、まあ、いきなり枝の1番が正解じゃねえだろ、3番にしてみよう、答え見たら外れちゃったってね、まあ、外したわけですよ。で俺に大体今200問ぐらいあるんですよ。じゃあまた問いの1からやるって言って正しいものはどれか、1番読んで2番読んで3番ぐらい読むと、あ思い出した、これ
問いの1でいきなり1番が正解だとまさかと思った、3番に丸つけたらこれ1番書かれて1番だったっていう裏書かれたやつだ、しゃあ1番来たみたいな。何が来てるんですか。来てないですよ何も、うん、3番まで読んだら1番が正解詞だったって正解番号を思い出しただけじゃないですか。内容何にも考えてないんですよね。意外と多いんですこれ、こういう子、うん、あの過去問をやれって誰もが言う。で私ももちろん言います、当たり前です。当たり前のことは当たり前に言うのが我々の仕事なんでね。じゃあ過去問をやれ、ね、過去問をしっかりやりましたってね、たまに言うんですよ。すいません先生、あの俺過去問完璧なんです、でも落ちました、どうすりゃいいですかと。喧嘩売ってんのかお前って感じですよね、うん、で過去問完璧でしたというこの意気ずうずしさがまた素晴らしいですよね。もう完璧なんですか、そうですか。じゃあちなみに、え、例えばじゃあ行法なんですけど、これ1番はなんで×なんですかねって、まあ、試し聞いてみたりするんですよ、うん、いやこれはだって2番が丸だから、いやいやいや2番が丸なのはいいんだけど1番がなんで×か言えって言ってんだろう。いやお客様ですからね、そういう言い方はしませんよ。でもじゃあ1番なんで×ですかと、いや2番が丸だから、だから理由になってねえだろうと、うん、1番はそうここですよね、遅滞なくじゃなくて30日ですよねと、ああそうだったっけ確かみたいな、できてねえだろおいと、要は過去問完璧だってよく言うなと、要は過去問完璧に正解番号を選べましたと、もう答えを覚えちゃってるんですね。もう問題で、あこの足は3番が正解だったって覚えちゃってるんですね。それで何度繰り返したってできるようになるわけねえじゃないですかという、その演習という問題を解くという時の姿勢を学んでいく、まあ、もちろん演習講座ウルトラ速習でもその問題というのをね、まあ、見たりすることはあって、そうやってちゃんとやるんだよというやり方はやりますが、やっぱりこれ演習を中心なのはこの解きまくり講座です。少ないながら演習というものをどうやるのか、問題を解くというのをどうやるのかというのを学ぶのがこの6回、うん、じゃあこれインプットやってアウトプットやった、その後に出てくるのがこの出た順必勝総まとめ講座と、なんだこれはと、あのイメージはね演習なんですよ。ただ演習なんだけど、ただの演習ではなく、演習をやったらインプットに戻るんです。要は何が言いたいかというと、あの問題をやったら、問題の解説だけじゃなくてその問題の周辺知識もまとめていくっていうのがこの出た順必勝総まとめ講座。要はインプットをしたらアウトプットしますよね、覚えた理解した覚えたらアウトプットしますよね。じゃあそれをアウトプットしてからまたインプットし直そうという、要は逆をやるという、インからアウト、アウトからイン、これが出た順必勝総まとめ講座です。だから問題やって、その問題解くにはこういう知識が必要だった、まあそれはただの解説です。でその周辺知識でこんな知識もあったよねって言うと頭に絡みつくっていうのがこの出た順必勝総まとめ講座っちゅうやつなんですよ。だから演習ですねある意味ね。でも演習だけど、演習やるだけじゃなくてまとめる、まとめていく、その問題がなんで×なのかだけじゃなくて周辺もまとめていく、これが出た順必勝総まとめ講座という講座の趣旨でございます。あと直前対策、これあの直前対策だけのセットっていうのもあるはずなんですけどね、あのまず究極のポイント300攻略講座というのがあるんです。何これと、うん、究極のポイント300問の一問一答があるんですね。権利100、行法100、制限100で、その100個から、まあ、全部で300個から問題が出るの、うん、いや出るとは言いませんよ。いや出るとは言いません。いやもちろん出るものもいっぱいありますよ。だけど全部出るわけじゃないですよ。ただね、この究極のポイント300っていうのは本当に大事なものを徹底的にやることで、うん、自信はつくと思います。あの何が言いたいかというと、あの試験って1万の知識、1万の知識、1万って、まあ、多いと思ってください。1万の、あやふやな知識持ってるよりも100の確実な知識持ってる方が試験という戦場では武器になるのは分かりますか。あの1万のあやふやな知識って知らないのと一緒です、うん、だから知識いろんなことやりすぎると、まあ、あやふやで、ね、分散しちゃうんですよ。大事なこと、これは絶対間違いないっていうのを100でも持ってると、それが出たらそれは絶対×って切れるじゃないですか。正答率上がるんです。それが正解だったら他分かんなくても正解できるんです。要は本当にこれは絶対逃しちゃいけないっていうのを朝から晩まで1日通しのやつだと、はい、3回は1日で終わります。3日に分けてやったとしてもその日その日その日で分野ごとが終わります、これね結構な復習になるんですよ。要するに究極のポイント300って300個しかないんだけど
その300やることで、その周辺も意外と頭の喚起、記憶の喚起、そして自分が苦手なポイントとかが見直せるというね、これ究極のポイントっていうのはなかなかな講座です。朝から晩までやって、頭に汗かいて、なかなかいい講座ですよ。3回に分けて夜でやる、昼間やるっていうのもありますけどもね、分野ごとに全部その日でやるんでね、いい、なかなかこのポイントがまとまってて、そして確実な知識に醸成するというのではいいところでございます。あと体育の日的中大予想会というのは、これ模擬試験というのがあるんですね。でそれとほとんど形式は一緒なんですが、模試というのはですか、これから模試って実践編3回でファイナル模試1回、このウルトラ合格フルコースにありますが、結構レックって他にもね、基礎編とかね、ゼロ円模試とかね、実力診断模試とか、卓球試模試で、なんかいろんな模試があるんですよ。でもちろんそれは予想を兼ねて作ってるんです。全部模試は予想問題でやってんだけど、何これよっていうね、どうにもなんかこんなの出るわけねえよっていう問題もあるんですよ。できなくていいよっていう問題があるんですよ。なんでできなくていい問題出すのと。本試験もそうだからです。本試験も何この問題っていうのはあるんですよ。なんでか分かります？試験って全部できる問題だとなんかみんな簡単になっちゃうじゃないですか。そうじゃない、宅建試験って揺さぶりはかなり激しいんですよ。こんな、なんだこれ、全然わかんねえと。昨年で一番難しいのはね、あの所得税っていうね、税金のところです。なんだこれってね、あと民法も難しいのありました、何もか、何これと。そういうの出して心に揺さぶりかけるんですね。そういう時に冷静に捨てれるか、冷静にわかんない問題すぐにスルーできるかっていうのも能力なんですよ。だから処理能力って何も問題全部解くのが能力じゃないんですよ。問題見た瞬間にこれわかんねえ、捨てもん、次ってすぐにスルーできる。考えて10分20分1問に考えてやってたら無理なんですよ。時間内に終わんないんですよ。だから分かる問題なのか分かんない問題なのか、そういうのもちゃんと捨てる練習、スルーする練習、これもしなんですね。ところが体育の日大予想会って50問全部予想問題で作られてるという、もしは予想問題で基本作るんだけど、どうにも出ねえだろうっていう予想もしないような変な問題も出すんです。本試験がそうだから。だからできなくていい問題がいっぱいある。でも体育の日は予想問題だけ作る、それがまあ有意義なところですかね。あと6点アップ直前囲い込むもそうだって、これね、3日前とかね、あと夜にやるというのもあるんですが、前日に、試験の前日にやるのが実はね主流なんです。主流というか、それが、私自身がそうなんで、この6点アップって私講座の中で一番おすすめなんですよ。前日でしょ、前日って普通ゆっくりしないと、ちゃんと努力した人って、例えば1日前とかって、いやもうやるだけやったからってね、なんかこう本読んだりとかね、ちょっとコーヒー飲んでね、こうリラックスみたいなね、そういう体調を整えるっていうのは一つのやり方なんですけど、まあそういう方の方が圧倒的少ないんですよね。もういや、もしでもなんか自信ねえな、もういい点取ることもあるけどダメだな、いやどうしようどうしようと。前日ってね、やっぱりね、よっぽど本気で努力してきた人だとリラックスみたいに、この体調整えるみたいにやる余裕があるんだけど、無理なんですよ。もうほんと切羽詰まってるんですよ。いやまだ法令で全然数字覚えてねえとかね。そうするとね、家でやってると朝起きるじゃないですか。いやーやんなきゃ明日だから。ところがね、やり始めらんないですよ。何するか分かります？大体なんかね、机の周り片付け始めるんですよね。掃除し始めるんですよ。いや勉強しなきゃいけないのに掃除始めるんですよ。で掃除とか始めてると、なんか思い出のアルバムとかね、なんか昔子供の頃見た漫画の雑誌とか出てきて、うわーとか言って全部読んじゃって、夕方になっちゃった、うわしまったみたいな、何やってんだお前はと、結局ね、前日家にいるとね、悶々としてね、なんかねこうしょげちゃったりするんですね。家でもいいです、学校レックに来てもいいです。前日これなんていうんですかね、私これ収録やるんですけど、もう前日なんだからとにかく元気出そうぜみたいな、もう全然難しいことやんないんです。でも難しいことやんないけど、これは大丈夫、これは大丈夫ってね、これもう一個一個ね丁寧にやりながらやってると自信になってくるんですよね。この講座ってマニアックなこと何にもやんないです。当たり前のことを、そして翌日絶対出ることをかなり多くやります。両方なんて予想つくんで、出ることなんて、だからこれやっとくと自信持っていけるという精神的にいい講座なんですよ。だから私ね、講座の中ではね一番好きなんです、この講座で。いいと思ってます。前日気分上げ上げにしていこうぜと、悶々として暗くなるのと、上げ上げ、だから6点アップってすげえですよね。前日で1日で6点アップしちゃおうっていう講座ですよ。本当かよこれと、いやー6点どころじゃないですね。やっぱりね、
気分がね優れなくてね、悶々としながらやるとね、実力より5点ぐらい下がっちゃったりするんですよ。逆に実力あんまりなくても、なんかノリノリでやる気満々でね、頭フル回転できると5点ぐらいアップするよ。上下10点ぐらい差出ますよ、この講座。なんかちょっとやる気出ました？なかなかな講座だと思います。だから別にこれは前日ウェブでもいいんです。だってウェブだったら、もしくは DV だったらつけるじゃないですか。片付けせずにつけ始めろ、つけろ、テレビつけろ、モニターつけろ、パソコンつけろ。そうすれば見るから、見たらちょっとやる気スイッチ入ります。試験に挑んでくださいという講座でございます。で、あとは模試で、模試実践編ファイナル模試ってありますが、他にもあるんですよ、レックはね。じゃあその模試、もちろんいっぱい受けていただければ、どうもありがとうございます、お客様です。だけど模試は復習するのが大事です。で、模試というのは何のためのもんなのかっていうのをちゃんと分かってほしいんです。おそらく模試って横演習のつもりで受ける方は多いですね。それはね、その一面はあります。いきなりぶっつけ本番50問やるとペース配分分かんないから、やっぱり緊張状態で受ける、50問試してやってみる。だから家で受ける場合でも、家でなんかテレ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 ね、スマホとかやりながら、 LINE とかやりながらね、もしくはゲームとかやりながらね、ほんなんでやってたらね、模試なんて受ける意味ないですよ。ちゃんと2時間時間計ってきっちりやってください、模試は。で、2時間やって、採点する。できなくてもいいんです。できなかったところを、その模試って、その問題ってできなきゃいけない問題なのかどうなのかっていうのを見て、そしてできない問題、できなきゃいけない問題だったらしっかり復習すると。模試というのはね、成績が返ってくるんですよ。そうすると、その問題の正答率が出てくるんですよ。例えば正答率が、3割4割のような、そんな低い正答率の問題は復習する必要ないんですよ、みんなできないから。ところが正答率が5割超えてる、半分超えてる、半分超えてるのに間違えてるっていうことは、まずいんですよ。他の人半数以上できてるのに皆さんできない、うわーちょっと危なくないですか、やんなきゃと。だから模試って、もちろんね、終わった後にすぐ見直して復習していただくのは素晴らしいことです。だけど、分かんない問題を一生懸命やるかどうかは、成績処理のカードが戻ってきて、成績のが見てきて、問題によって正答率が変わりますから。みんなができてたらちゃんと取れなきゃいけない。みんなができてなきゃ、ああなんだやっぱ難しいからいいんだ、解説読んで分かんなくて分かったんだと、そういうメリハリつけて復習する。要は模試って復習のためにやる。何が苦手なのか、苦手なポイントを探るためにやるですね。予行演習で模擬試験でいい点取れないからといって諦めんなってことです。もう皆さんに、模試でいい点取れなくても諦めんなって、いい点取れないこと前提に話しちゃってごめんなさいね。だけどやっぱりね、夏から始めるって、例えば皆さんが小学者だと、アドバンテージはやっぱりね、なかなかですよ。だって宅建試験って 15% なんですよ、合格率が。 85% 落ちてるんですよ。ということは、去年 85% 落ちてる人がまた今年受けてるんですよ。まあ諦める人もいるんでね、なんとなく、これは正確な数字じゃないけど、おそらく落ちた人が 85% だったら、そのうちのね 15% ぐらいはもう離脱、もういや宅建なんてと、もう不動産業界やめたみたいにね、受けなくなる人もいます。だけどやっぱりせっかくやっちゃったから今年もっていう人は、やっぱり6割ぐらいは残るんですよね。そうすると 15% ぐらいないけど、6割ぐらいは再受験なんですよ。もうアドバンテージあるんですよ。やっぱり3ヶ月で勝つには、それなりの努力、それなりのリスク、それなりの頑張りが必要。模試とかで夏から始めていい点ってなかなか上がってきません。もうこれは覚悟してください。だけど模試で間違えたことを復習、模試で間違えたことを復習で、直前でしっかりやればパーンと、短期で合格する人って直前期にプラーン伸びるんですよ。10月からの伸び方がプラーンなんですよ。それ狙ってます。だからこれ模擬試験というのが、できないからといってなんかもうダメだとかなんないでくださいね。もう模試でね、ダメだからって言ってね、だいたい模試で変な点取るとね、だいたい仕事が忙しいなんですよ。忙しくないくせに、なんでかって言ったら落ちた時の伏線張るんですよね。忙しかったからお前しょうがねえよなみたいにね。あと体調悪くなるやついるんですよ。最近は頭が、ね、腰がケツがみたいなね、もう痛い痛いとか言い出したら本当に痛くなりますよ。落ちた時の伏線張ってる、模試で変な点取ると、そういうのないし、ね、とにかく絶対受かると決めてやっていただく、それはまず大前提。それにこのフルコースというところでね、いろんな講座で散りばめてますから、レックのね、その合格のノウハウのエッセンスを、それで皆様のサポートしてさせていただけると、非常に
嬉しいということでございました。以上でございます。はい、まあ25分30分弱ではございましたかね、このフルコースの内容ですね、まあ大体分かっていただけたかと思います。ぜひご検討いただければと思います。はい、それではですね、この、2018年ウルトラ合格フルコースの全貌というですねタイトルのガイダンスはこれで終わります。皆さんお疲れ様でした。